チャンネル、レーザー、ビール。はい。さあ今日は何を見せようかなと思って。久々にね。久々で。はい。そろそろねレーザーのね今手元に届いてるのがなくもう終わってしまってきたんで。そうあのねカズちゃんレーザーハッピーバースデーカーズの時にね紹介したかったんですけどどんどん遅れてしまいまして。そうやっとね。はい。カズチャンネルレーザーバースデーの時にお渡しした。そう。さっきまいちゃんの。そう。15周年ですね、15th anniversary、はい、151A プレミアムボックスです。でっかはい、ちょっとね、まいちゃんのライブがね、なかったりとかして、はい、あとちょっと、ねやっぱね、そろそろ期待を込めてね、そうね、それとデキストレーマーですね、でかいんでね、なかなかね、後でね、開けて紹介しますので、まずあれですかね、映像ね、これね特典ですけどね、4枚目のねこれ見せたいの、15周年イヤーライブレイターね、ユーっていうね、あの15周年ユー、そうですね、まあ、ちょっとドキュメンタリーみたいなね、そうですね、あのデータで、ちょっとだけね、来ますか、かまいだけで見ましょう。はい。感じですね。そうね、長いですよね。そう、ずっとね、もしね、ゲットする機会があったらね。そう。で、これの通常版はね、あのブルーレイと DVD で出てるので、またいずれね、あの、まいちゃんライブがあった時とかにね、物販でね、またグッズ付きなので、それで紹介するっていう感じでいいですかね。そう、皆さん、でも、これは何しろね、限定版ですからね。なるべくなら、ファンならね、そうですね、これを持ってていただけるとね、そう、絶対持ってると思いますね。15周年、20周年でこれボックス出てますからね。いやもし去年もね、これのほら、クロック、時計付きのやつをほら、紹介したじゃん、誕生日の時にね。いや、多分去年もあげたじゃない、こういう箱のやつ、でっかいの持って帰らしたじゃん、今日のラウンド1で撮ったじゃん、これでっかい、うん、あれもあるからさ、そんな感じでさ、ま、周年の時にこういうのが出るから、またね、25周年出るんじゃないかね。だから次、今、マイちゃん何周年だっけ、22年かな、もう22か、うん、とりあえずこれ、このね、そのままこれ見るんで紹介した方がいいね、これものだからね。そうね、ちょっとじゃあそれを一回こっちに持ってきてもらっていいですか、そのディスクこっちにね、ちょっとこれを飛ばして、で、これをね皆さんね、紹介しましょう、ね、なんか開封の儀ですね。まだね、アイスクリームはもう一回ね、見せると、うん、こういう風になってるのよ。はい、じゃあちょっと中を見てみましょうか。ちょっとね、ブックレットはね、全部は紹介できないけどね、一部ね。さあ、楽しみですよ。すごいよね、でかすぎよね、何キロあったのこれ。今まで一番重いよね、これね。動きはないかもしれないけど、さっきはあるよね。あれやな、ソフトボールですからさ、うん、ボールの重さ2個分ぐらいやから、うん、すごいよね。そう、1、2、3枚入ってね、本編がね。今のはね、4枚目の特典ディスクですけど、これはあの限定版しか入ってないのでね。ちょっとこれは無理かもしれないけどさ、うん、あの曲はさ、いっぱい入ってるからさ。そうそうそう、それは通常版の方でもね、見れるからね。3? 20? いや、40? ん?何が入ってるんだっけな。結構いっぱい、ね、入ってるよね。まだ入ってますね。すごいね。それがディスク入ってるんだっけ、そこ。これディスクが入ってる。うん、これがね。ああ、素敵だね。すごいね。この辺ですね。うわ。
わすごい大きいね。で後ろにちゃんとこうやってあの、うん、マイちゃんのね、うん、ここに書いてあるから。あ入ってるねあれをね、うん、でこれもいいかな。あとね写真集が入ってるとか書いてますね。2015年のね、うんうんうん、入ったよ写真集とか書いてますよ。その後写真集これが160ページあるから一部紹介しましょうか。これが、うん、写真集これすごいね。でっかっ。でっけー。重い。パンフよりすごいね。普通の重いね。ライブのパンフよりすごいね。これなんか見たことない。まいちゃんの一期一回のさ書いたら一期一回あらすごいね。あんままいちゃんが見ると見ないね。いいね。みんなもそのまいちゃんの衣装も結構前見た人いるんだけど思うけど、うん、今見ないね。そうですね。これはあんま見ないね、マイちゃんの衣装も。見た人いる？この衣装。素敵だね。うん、まあね、15周年見に行った人はね、見ないかもしれないな。ねうん、見ないで見に行ったんだけど、行けなかった時だったから、うん。あ、これが多分シンフォニーじゃなくて、なんだろう。まだ見たい方はね、ぜひとも。買ってね。ゲットしていただいてね。いっぱい、マイちゃんの可愛さがね、そう詰まってますよね。よ、うん、写真集がすごいね、びっくりした。そんなあるのね。160ページだね。ほら見て、ほらみんな、これカンボジアだよ。おお。懐かしい。そう、今日カズチャンネルね、うん、スタンドバイユーね、あの徳ちゃんの曲ですけどね、いい歌ですよね。まあ、徳永さんの曲はね、うん、結構まあメジャーだからね。ねえ、トゲツキョウとかね、フィールファインとかスタンダップとかすごいよね。あのね、映像の中にもカンボジアがね、うん、あったんでね。そう。コミとか映ったと思うんですよ。で、その時ほら去年あれ紹介したよね、カンボジアのほらコースターかな、買ってね。あのポストカードをついてね。そのマイちゃんがいるの、うん、たまに販売してるからそれあのファンクラブ入ってぜひともね、うん、あの応援してください。あれバッグとかもあったもんね、売ってるもんね。あの手作りのさバッグ、うん、ショルダーとかのね、あのぜひとも、まあ、あんまり見せちゃったからね。作ったからすごいよね、学校ね、ほんとすごいと思う。あ投資はなかなかできないね。うん、あすげえマイちゃんが一番キレキレだ。こんなマイちゃん見たいな。いつかでいいから。ねえ、今年やるかな。またそういうなんかね。ひらひら見たいな。うん、結構ね、マイちゃんもこういうひらひら見ないから、ね。そうだよね。ほら見て、無敵ハートの時。ああいいね。カナの曲だよ。ね。あのカズチャンネルも歌ったからそこね巻き戻ってみてほしいですね。多分さ英語の多分オープニングエンディングかな。そうだな。うん。確か映画のエンディングの曲の中で曲が僕は。あ、すごい。多分無敵ハートかな、違うか。それは何でしょうね。うん、なんだろう。分かる人いますかね。違うかな、うん。ちょっとコメントください。でもこの中のとこだよね。多分そう。コメントね、待ってますよね。コメントくれるとね、何か分かるから。そうですよね。みんな共感しやすいと思うから。うん、そこにほら、リクエストとかね、どれか紹介してくださいとかね、書いてくればいいよね。まあ、あともし歌える歌だったら、歌える歌う歌だけちょっと載せて、大きいけど僕だけね、そうね、確認してくださいね。さすがにそれやられちゃった、うん。これいいね、一日とかここだけ。これせよ、いいとだった。おー、いいね。あれね、レンダーまだね、みんなで開封ギアやりたいからさ、ちょっと。パラパラと見ながらさ、ね、いいところをさ、ちょっとリストアップをね、うん、してるからちょっとちょっと時間かかるよね。まあ、皆さん見てみてください。そこはちょっとご容赦ください。皆さんにいいところ見せたいからさ、うん、あ、これは見てもらえないですか、皆さん。この衣装これどうですかね。なんか見たらあれですか、なんかどこで。もう本当だね。なんかカラフルだね。なんかいろいろあるんですよね。なんかで、マイちゃんもいっぱい衣装持ってるからね。あと一期一会プレミアムアニバーサリーフレームっていうのが入ってますね。直筆メッセージが入った記念メダルと15周年ロゴの収めたフレームとかだよね。その下のやつかな。これすごい。これすごくない？どっかの映像だけど。ああすごいね。これで最後、うん、こんな感じで。うん。あ素敵ね。いいとして次やるとは。フレームだって。ああすごいね。縦になってんだね。
おー、素敵。それ、いちごちえの CD でいつか紹介したね、確かね。これ開かないんだよね。うん、すごい。これ固定されてるから。で、最後のなんか特典があれかな。いちごちえメモリアルカプセル、2種類。これ何？うん、リボンの入ったカプセル型チャームだって。それ立てるやつだね、その、あれを、フレームを。それが特典みたい、カプセル。おー、すごいね。すごい、2つ入ってます。すごいね、お得だね、初めからグッズ付きって感じ、うん、あら、素敵ね、すごいね。何？リボンが入ってるんだって、うん、という感じですか、これで全部かな。そうね、うん、まあ、このね、毎日のこの2つにもね、そうね、この瞬間を忘れない、うん、いつよりも感動があると一緒に、うん、ね、という感じで、まいちゃんね、今レコーディング中みたいなので、ぜひさんね、あのブログとか見てもらえば書いてますけどね、ぜひともね、今年中にやってほしいですね、10月ぐらいにね。ね、楽しみだね。いっぱい曲もね、溜まってるだろうからね。そうですね。あ、そのぐらいにもしかしたらアルバム出すのかな、あれの続き、アンコンディションの次のアルバムがね、もしかしたらね。あれ以外出てないから。だってシークレット、ボイス・オブ・マンハッタンね、犯人の半沢さんの曲になってるからね、他にも曲があるでしょ、きっと。ね。ただ、アンコンディションが、うん、結局、オンライン放送に出てしまったから、そうなんだよね。それを、うん、あのライブでやってくれるのが一番いいけどね。まあでも、それじゃないとしても、アンコンディションの曲何曲か入るでしょ、多分。ね。新しいやつにね、一緒にライブでやるんじゃない？多分、あれなの、うん、あの、多分、マイちゃんのあの曲、あの、最初の 3曲目ぐらいにやったさ、うん、曲とかさ、うん、やるんじゃないかな。そうだよ。あのだからコーラス入るから、うん、そこの曲とベロニカも多分放送してないからさ、あのライブでしか、うん、映像しか、だからベロニカも多分歌うと思うし。歌うと思うよ、多分。うん、ベロニカは特にコナンだしね。うん、そうだ、そんな感じでですかね、10分過ぎたから。そうですね。ね、じゃあまたね、次回ね、見るとかあったら紹介しますからね。そうですね、うん、お願いしますね。ぜひとも登録してまたご覧ください。少し止めてますからね。登録お願いします。はい、お願いします。じゃあこの後またやります。はい、またね。